はい、皆さんこんにちは。今日はですね、我が家に、贈答用だった胡蝶蘭が3鉢参りまして、そちらの解体といろいろ考察を行っていきたいと思います。はい、こちらが昨日我が家に来ました。花終わりの3鉢ですね。株数はそれぞれ3株ずつです。2鉢は大輪の白の胡蝶蘭ですね。1鉢は中輪ですかね。少しピンクのグラデーションの入ったお花。こちらは終わった箇所もありますけれども、だいぶお花残っている状態ですね。今回この3鉢ちょっと共通点がありまして、お店で飾られていたものを、引き取ってきたものになります。ちょっとご縁がありまして、それぞれ引き取ってもらえないかというお話になりまして、我が家までお越しいただいたわけですけれども、ちょっと嫌な予感のするものも混じっています。年に一度ぐらいはですね、こういった状態のものが実は我が家には舞い込んでまいりまして、それぞれ解体動画なんかをね、撮ってはいるんですけれども、今回はこの全部で9株の胡蝶蘭解体してみて、根っこの様子などを見ながら、どれぐらいが、生き残れるというか、今後まっとうに育てることができる株なのかを見ていこうと思います。解体をしていましたらね、このお花をね、支える、支柱なんですけど、これずーっと下まで行きまして、こんな感じで出てるんですけど、この前に出てる1本の方がね、前から刺さってるのかなと思って、引っ張ってみようと思ったら、この上に出ているこの3本束ねの1本本だったみたいで、これ抜けないんですけど、どうすればいいんですかね。この胡蝶蘭を見ましてね、なんかやっぱおしゃれって大変なんだなと思いましたね。ハイヒール履いてて靴ずれしちゃうとか、胡蝶蘭にそんな人間の姿を重ね合わせてみちゃいました。はい、一旦解体が終わりました。先ほどの贈答用のね、綺麗に作り込まれた形から株を取り出して、支柱を抜き、植木鉢等とそれぞれのパーツにね、分けるまでで、まずは一苦労でございます。ゴミ袋も一つ丸々いっぱいになりました。次はね、植え込み材を外して、根っこの整理なんかをしてですね、次の植え付けへの準備をしていくということになります。はい、それでは皆さん、改めまして、この少し小さめのがピンク色のお花のミディ胡蝶蘭ですね。残りこちらに3株3株ありますのが白の大輪です。引き取る時点で見た時にも思ったんですけども、まあ、株の状態としてはですね、私個人的にもしいくらかお金を払って購入するという条件であれば、絶対にやらない状況の株だなと思いました。どういう状況かというとですね、まず下葉が非常に枚数多く取れてまして、植え込み材を外した時にだいぶまた取れたものもあるんですが、まだ
こうやって変色したものも残っています。状態の悪いもので言いますと、これが一番良くないかなと思っています。この株元ちょっとね、黒くなっている箇所がありますね。この黒くなっている場所だけ葉っぱがね、たくさん落ちてるんですよ。左右に1枚ずつ取れてるし、さらにその上ももう1枚ね、こう黄色く変色していて、まちかじか落ちるだろうという感じですね。下の方も黄色いですね。まあ、これも取れそうです。この株に関して言えば、贈答用に仕立てた時はですね、少なくとも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚以上の葉っぱがついていたんですが、すでに2枚落ちて、続いてもう3枚落ちそうな状況ということでね、これが一体どうなるのか、ちょっと実験的にね、見守ってみようと思います。何せ私が自分で選ぶとしたら、絶対に我が家にはね、持って帰ってこない状態の株ですので、皆さんにご報告がてら実験的にやってみようという趣旨で、今回は持って帰ってきて処置を始めています。いつも通りこの状態のままですね、1週間ほど干して、まあ、根っこの整理をしていこうと思うんですけれども、だいぶね、今回は根っこが減りそうですね。まあ、ただ贈答用のものっていうのはですね、一株、まあ、1000円程度ぐらいで売られている可愛らしいコチョウランと違って、もう年数がね、めちゃくちゃ経っているんですよ。株の年齢が多いというか。で、この贈答用でたくさんお花を見事に咲かせる場合に関しては、小さなポットでまず幼い苗の時に植えたもの、それをそのまま鉢増しして、またさらに水苔なりバークで植えて、2年か3年経って一番充実した段階で出荷されてるんですよ。なので、この根っこの中の部分っていうのは、どうでしょうね、5年ぐらいは経っているということが多いのではないかと思いますね。まあ、そんな状態ですのでね、この中の方の古い根っこっていうのは枯れるものがたくさんあって当然なんですよね。自分で実際にやってみたら、根っこがたくさん枯れて驚いたというコメントももらうこともあるんですが、まあ、これはどういう状況かと思うとですね、まあ、ちょっと表現が適切かわからないですけども、1ヶ月ぐらい髪を洗っていなかったら、次シャンプーした時にどれぐらいの毛が抜けるかみたいな考えをしてもらうと、なんとなく想像がつくかなと思うんですけど、人間の髪も毎日相当数抜けますよね。で、コチョウランの根っこもですね、新陳代謝である程度生まれ変わっていきますので、新しいものが出る一方で、古いものっていうのはどんどん機能を失っていくわけですから、日本人はだいたい毎日シャンプーをして毎日毎日ね、抜け毛を確認すると思うんですが、この贈答用のもので言うと5年ぐらい多分根っこの整理をしていないのでね、その分のツケがですね、今ここにあるということで、これは根っこの整理のしがいがあるというやつですね。はい、ということで、ここまでですね、贈答用の解体してみましたというところでございました。また、1週間後どの程度葉っぱが落ちたり、この黒い部分が進行しているかというようなこともお伝えしていこうと思います。それでは今日の動画は一旦ここまでとさせていただきます。この動画がいいねと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。